どうも皆さんこんにちは。3分リックのコーナーです。今日初めてなんですけど、3分でリックを紹介するというコーナーになってます。はい、もう10秒経ちました。ここからあと2分50秒でお伝えしようと思います。すごい結構これ簡単なねリックなんで、簡単じゃないかもしれないけど、まあちょっと待っていきまーす。こういうリックになります。今 B マイナーでやりました。 B マイナーのペンタトニックですね。7 1 3 4 5 7 1 3 4 5 4 3 8、まあオクターブ7 5 4 3 1っていう3 1っていうってやつなんですけど、こう早くやると結構ねいい感じになるんですよ。でもう半分にちぎってというか半分にしてとかでもすごい使いやすいんで、ストレートにペンタトニックを下る、上がって下るだけなんですごい楽なんですよ。で右手は、僕の場合は早くやるときは、ピッキング最初ね、ピッキングハンマリング、ピッキングピッキングスライドで、ピッキングハンマリングで、ピッキングピッキング、ここフライドじゃなくてこの3本指でね、ハンマリングで、ヨドがピッキングピッキングプル、ここでピッキングプルで、ピッキングプルピッキングピッキングうん、今合ってるかな、まあ、こういう感じでやってます。まあ別にピッキングはどっちでもいいんですけど、まあ、でも早くやるってなるともう右手全部ピッキングしてると早くできないんですよってなっちゃうんで、まあ僕、まあ食うのが好きだったら好きでいいんですけど、僕が全部ピッキングしないパターンの方が結構ベースの響きとして好きなんですよね。なんか特にこの辺がたまにニューヨーク意外とねこういうバイクの音とかするんですよ。なんか暴走族みたいな人は見かけたことないですけど、結構排気がうるさいバイクを乗ってる人はおりますね。はい、ということで、リック紹介になりました。これいろんなやつで試して、いろんなキーでねできるようになると、すぐ結構本当にペンタトニックは一回慣れちゃうと曲とかで入れやすくなるんで、そのキーに合わせてね。ということでご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。